ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は中国 EV 大手 BYD の凋落についてお話ししていきたいと思います。 BYD はもともと中国のバッテリーメーカーであり、今は自動車事業にも手を出していて、昨年は EV と PHEV を含む新エネルギー車の販売台数でテスラを上回ったという中国ナンバーワン自動車メーカーなんですが、その BYD がここに来て凋落の兆しが出てきているんです。その兆しについてお話しさせていただきますと、投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェット氏が経営するバークシャー・ハサウェイの動きにあります。バークシャー・ハサウェイは3月31日に BYD の株を248万株売却し、保有比率を従来の 11.13% から 10.9% に引き下げるという動きに出ました。バークシャー・ハサウェイは BYD 株を14年間にわたり保有してきており、 BYD の躍進の要となった投資企業になるんですが、2022年8月24日から立て続けに10回も BYD の株を売却してきており、株式保有比率を 19.92% から現在の 10.9% にまで下げてきているんです。2022年6月には最大で353元あった株価は、バークシャーハサウェイが BYD 株を売却する動きに呼応するかのようにどんどん下落していき、2023年3月以降は230元台から250元台を行ったり来たりするだけでして、わずかの期間で 66% から 70% になってしまったんです。今回はこの BYD の凋落について今何が起きているのか見ていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話や EV などといった次世代産業におけるお話などをお届けしています。日本を応援したいという方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。このバフェット氏による BYD 株売却はまだしばらく続くであろうというのが大方の市場の見方となっているのですが、このまま全て売り切るのも時間の問題ではないかと予測する専門家もいるんです。そもそもなぜ投資の神様であるバフェット氏は BYD の保有株を減らしていっているのでしょうか。推測されるいくつかの理由を見ていきたいと思います。そもそも BYD は中国市場においてテスラに対抗するメーカーとしての立ち位置を確保してきました。中国には多数のスタートアップ EV メーカーが存在し、例えばニオというメーカーなどは中国版テスラとまで呼ばれるようなメーカーとなり台頭してきたわけですが、こうした激しい競争の中においても BYD は自社がバッテリーメーカーでもあるという EV メーカーにおいてこの上ない強みを持ち合わせており、中国の EV メーカーで唯一の黒字化に成功した企業です。2021年頃にテスラの CEO であるイーロン・マスク氏はテスラの競合となる EV メーカーは中国から現れるだろうと発言していたわけですが、まさにその通りになった形ですね。そんな BYD はいかにしてテスラに対抗しようとしたのか。テスラは皆さんもご存知の通り EV としての先進性とブランドで売り出している高価格帯の EV を市場に投入しているわけですが、 BYD が市場に投入している EV もしくは PHEV は190万円から230万円ほどの価格帯のものが多く、中間層の需要を拾えるようにアプローチしたんです。その結果 BYD の2022年の販売実績は EV と PHEV を合わせて185万7千台、前年が59万4千台でしたので、すさまじい躍進ですし、 EV だけでも91万1千台を売り上げるというまさに破竹の勢いを見せてきたんです。テスラの2022年の販売実績が131万4千台ですので、 BYD がいかに凄まじいかがよくわかるかと思います。こうした低価格帯での販売路線は薄利ではありますが、中国のみならず世界も注目しており、 BYD はヨーロッパ市場や日本市場にも
進出してくることとなりました。もちろんここまでの成功を手にするにあたり、中国共産党による莫大な補助金があったことも忘れてはならない成長の要因ですね。そうは言ってもテスラも中国市場においてしっかりと売れているわけですが、テスラに対して北京と上海の州政府が一部政府系機関でのテスラ社の駐車場利用を禁じたり、メディアぐるみでテスラに関してはカメラで個人のデータが不当に取られてしまうであったり、発火事故が多いなどといったネガティブキャンペーンを行っている一方で、 BYD などといった国産のメーカーに関してはネガティブな報道は避けるようにしているんですね。テスラのネガティブキャンペーンの内容に関しては確かに発火事故も多いですし、最近ではテスラの従業員が車両カメラを悪用してプライベートな映像を社内のメッセージアプリを使い共有し合って楽しんでいるといった暴露もあり、あながち間違いではないところなのですが、何はともあれ BYD の躍進にはこうした国家ぐるみのプッシュがあったわけですね。しかしながら BYD は先ほどもお伝えしたように利益はそこまで出せていないのも事実なんです。2022年で中国共産党による補助金も打ち切られ、今まで補助金頼りであった中国の EV メーカーは次々に倒産していくとされていますので、 BYD にとってももともと薄利なビジネスであった分、さらに厳しい状態が待ち構えているというわけです。そしてこのタイミングを狙ってテスラは昨今何度も何度も値下げを行ってきており、中国市場において価格競争にて競合を蹴落とす動きを見せてきているんです。テスラはもともとギガキャスティングという一体成型技術などを用いることで圧倒的な利益率を叩き出しているメーカーとなっており、価格を下げても十分利益を捻出できる余裕があります。しかし BYD をはじめとした中国メーカーは薄利でやってきていたため、テスラの値下げに対抗する体力がそこまでないんですね。またアメリカを中心とした脱中国の動きも BYD の首を絞めていくことでしょう。さらにヨーロッパ市場や日本市場において BYD は中国メーカーという印象が強いこともあり、その安全性や品質に疑問の声が上がっています。 EUEVs によると EV 先進国ノルウェーにおける2023年度の EV シェア率はテスラが 31%、 フォルクスワーゲンが 16.2%、 トヨタが 7.4%、 ボルボが 6.6%、 日産が 4.3% ですが、テスラに次ぐ EV メーカーであるはずの BYD のシェア率はなんとわずか 0.5% しかない状況です。中国は確かに自動車大国であり EV 先進国であることは疑いようもないのですが、 BYD に対する中国の評価と世界の評価は全く異なるものだということなんです。また自動運転などといったソフトウェアを中心としたスマート自動車の時代が今後到来してくるわけですが、 BYD はこうした分野に関しては大きな強みを持っていないのも事実です。また燃えないバッテリーと言われている BYD 製ブレードバッテリーも日本ではネットも含めて一切報道されませんが、中国ではブレードバッテリー搭載車が次々に発火事故を起こしていることが報告されており、さらに販売台数の水増し疑惑が持ち上がるなど、決して順風満帆とは言えない状況にあります。今は新しいものという珍しさも相まって勢いを増しているところではありますが、自動車の本来の役割と安全性や品質という常に求められるべきである観点を考慮した場合、出遅れてしまった日本メーカーの EV が台頭してくる可能性も大きいですし、そもそも EV の需要自体が政策や補助金ありきでの強引なものだったので、近いうちに頭打ちを迎えるという予測もあります。このようにあまり明るい見通しがないことから、バフェット氏は BYD に見切りをつけたということが推察されるんです。この
このような中国メーカーの危機とともに、今後の EV 市場がどうなっていくのか、日本メーカーはどう立ち回るのかも含めて注目していく必要がありそうです。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせて、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。